土の下に座るで土下座だよ。早く土下座をしなさい。ほら膝を割って早くやりなさい。どいてちょうだい。膝が見校長に向かって早く土下座をしなさい。早く膝をまずついて手をついて土下座しなさい。やれー発想は。はい、そこまでよ。私は文部科学省全国大学入試特別管理調査委員会調査委員長の黒崎です。ちょっと今は大事なスケジュールしてた時なんです。帰っていただきたい。地方公務員がおたまり、私を誰だと思ってるの。すみません、じゃあ今から抜き打ち全国統一共通テスト黒崎春の模試祭り実施するよ。あんたたち大阪中央高校は今年東大合格者が出なければ5億円の援助を止められる。逆らう権利はどこにもない。そうでしょ大和田先生。ええー、そうです。ですが半沢君というのはうちの生徒の中でもとてもとても優秀な生徒でございます。まあそれでももし合格できなければ、まあそれまでの男だったということですね。せいぜい教え子を信じることね。それじゃ今からテストを始めるわ。ちょっと待ってください。大和田先生、万が一私が今回の模試で東京大学 A 判定を取ったら何をしてくださいますか。何を言い出すかと思えばそんなことが。いくら半沢君とはいえここで A 判定を出せるとは思えない。まあ万が一、いや生涯一にでもそうなったら積分でも何でもやってやろう。そのお言葉を聞けて安心しました。では黒崎さん、テストを始めてください。言われなくても始めるわよ。東大 A 判定を出すには完答して満点が必須。いいわね。ただし直樹、あなたにはこの時点で A 判定を出してもらわなければ援助額の半分を支払うと約束してもらうわ。いいわね。わかりました。試験時間は60分。では始めて。問題は1問だけですか。そうよ。すみません、トイレに行ってもよろしいでしょうか。トイレぐらい事前に行っときなさいよ。早く行きなさい。
れた。よし、待ってろ、ハンザマ。聞こえるか？聞こえたら鉛筆を3回叩いてくれ。やっぱお前の言う通りだったな。俺今回ばかりはもう本当にダメかと思ったぞ、半沢。今日この学校に文科省の抜き打ちもしない。なんだって？どうしたの？掃除のおばちゃんが普段使わない来客用のスリッパを丁寧に掃除していた。これはおそらく高等な外部の人間が来る何よりでしょう。それに今朝から大田はしきりに時を気にしていたからな。確かに。おそらく抜き打ちなのは生徒側だけ。学校と文科省は組んでいるとみて間違いない。そこでこれをお前に託す。いいか、ハンザ、一度しか言わないからよく聞け。これは一見単純な整数問題に見えるが、実は整数値関数に関する問題なんだよ。1993年に東工大で出題された正答率 0% の伝説の悪問だ。これを平気で出してくる文科省は相当闇が深い。それでどうすればいい？これを数学的機能法で証明する。通常の機能法では一つ前の数字の整数を仮定すれば済むが、この問題では1から n-1 の整数を仮定する必要がある。 n=0 の時 px=a と置く。 p0=a が整数1、2から n-1 に対して命題が成立するとし、 n の時の整数上を示す qn-1=pn-1 が全ての整数となるので、数学的機能法の仮定から2の整数 l に対して ql は整数である、そして2の整数 k に対して pk が整数であることを示すんだ。つまり n の時にも命題が成立するため、命題は全ての負でない整数 n に対して成立する。分かったか、ハンザ。なるほど、そういうことだったのか。ちょっと直樹、あんたさっきから何一人でモゴモゴ言ってるのかしら。やばい、通り切れそう。いやー、これは失敬。わからなさすぎて教授になってしまいました。ふん、あんたが教授なら私はあなたの未来を占う占いしね。はい、そこまでよ。あがいても採点するわよ、黒崎が。うん、わからないなりに頑張ってるじゃない。命題 N 字多項式 PX において x=0 から1 n に対して整数ならば全てを計算し、並列することを n に関する数学的機能法で証明する。ま、ここまではね。対してベータが成立するとし、 N の時の成立を示す
全ての打てない生成炉に対して成立する。ちょっと待って、全部溶けてるじゃない。どういうこと？そんなバカな。ありがとうございます。ありえないわ。この問題は正答率 0% と言われた超悪問。この時期のあんたが解けていい問題じゃないの。でも解けてしまいました。予定より試験勉強を早く進んでいたもんで、いや頑張った甲斐がありましたよ。本当に大和田先生、もし私が A 判定を取ったら積分でも何でもしてくれるとおっしゃいましたね。教師なら生徒との約束は守ってくれる。さあそれではやっていただきましょう。なあに簡単な問題です。波の高校生なら10秒もあれば解けました。そんな積分です。では問題です。インテグラル0から1の x の2乗 dxでは、答えてください。あれれ、おかしいですね、大田先生。波の高校生なら5秒もあれば安全に取ってしまうという問題に、とてつもなく不動等を生じしているように見えますが。さあ、先生、答え、出してください。荻沢君、君の答えの前。100分の1です。お、そうだそうだそうだ。半沢君、この問題の答えは100分の1だ。そうだそうだ。荻沢君もそう言ってるじゃないか。半沢君、100分の1だ。違います。大きそう。大和田先生、あなたこんな問題も分からずに今までこの高校に勤めてらっしゃったんですか？大きそう。あなたに助けを逃してくれる先生はもうおりません。ご自分でお考えください。さあ答えを出してください。申し訳ありませんでした。私は高校数学は分かりません。申し訳ございませんです。よくできました。実はあなたが数学できないことを生徒全員してました。ですが教師がこんなレベルなら東大オロバ9点に受かる生徒が出てくるはずもない。まずはご自身で合格してからにしてください。話はそれからです。では大沢君、君が東大受け止め。わかりました。